皆さんこんにちは、ケンです。本日はスラムの油圧式ディスクブレーキのメンテナンスを行っていきたいと思います。近年油圧ディスクが増えていく中で、シマノのブリーディングの動画投稿は多いと思うんですが、スラムは海外の人を挙げてるんですけども、日本人 YouTuber ではまだ少ないんではないかなと思います。参考になればなと思います。スラムのブリーディングをするためには、このプロフェッショナルブリーディングキットっていうものが必要になってきます。特徴としましては、シマノと違ってこの注射器みたいなものが2本ついてます。それを、レバー側、キャリパー側に取り付けてエア抜きをします。さらにはオイルも違いまして、シマノはミネラルオイルっていうピンクのオイルなんですけども、スラムはドットオイルっていう沸点の高いオイルですね。こちらが黄色っぽい色なんですけど、こちらのオイルを使います。攻撃性があるオイルですので、塗装面とかにつくと剥がれたりすることもあるので、すぐに拭き取らなきゃいけないっていう注意点があるオイルになります。では早速やっていきましょう。はい、今回はこのエクスプローロ、私のグラベルローですね、こちらでやっていきたいと思うんですけど、特にエア抜きするまでもないかなっていうレベルなんですけど、今回勉強のためにちょっとやっていきたいと思います。ではまずスルーアクセルを抜いて車輪を外します。次にブレーキパッド外していきたいと思います。ここはスラムの場合 2.5 ミリですか。ブレーキパッドはまだ全然大丈夫です。で、ここにこれを刺します。じゃあね、油がついちゃうんで、これ100均とかでよくキッチン用品コーナーで売ってるやつでいいと思います。綺麗な作業グローブでした方がいいと思います。ではドットオイル開けて、そうですね、まずこっちキャリパー側ですね、ちょっと多めに入れます。で、取り出して、このやり方人それぞれ違うかもしれないですけど、私はこう叩いて、今ここに歩き方を出してやりたいんで、それを抜きます。して解放してやって、この注射器にある針を抜いてやって、
こんな感じでね、気泡を抜いてやりました。で、これがいい。で、こっちレバー側につける方なんですけど、別に入れなくてもいいと思うんですけど、ちょっとだけ満たしておきます。こんなもんでいいかな。そしたらさっきと同じでこうね、抜けてます、クッキー方が。よし、入った。はい、これで閉じてやって気泡を抜きました。で、この芋ネジみたいなやつを取り除きます。そしたらこっちの多く入れた方ですね、ではブリーディングやっていきたいと思います。このクランプしている部品をパーツを解除してやって、この下の油を上に押し出します。そうすると注射器も動き出します。その時に上にしてもらって、ブレーキをかけた状態にして、こっちを押したり引いたり、では最終工程。